あ、始まってんの？今、始めました。あ、マジで？ということで、今回もね、またイワシとね、エアライドをやっていこうと思いますが、うん、なんか変な、それやっていこうと思いますが、みたいなやつだけど、うにゃーって、うにゃー音楽の授業なんか覚えてるわ。がじゃねえんだよ、がなんだよ。言ってた、言ってた。がじゃなくて、が、が。今光ったな。近かったね。3秒とか。でも5秒ぐらいはかかったよね。かな、かかった気がするよ。ちょっとマイクそっちに向けたっていうね。ちょっと光ったなって言われたからマイク持ってそっちに向けたん、外側に向けて。準備が早かった。よし、ではでは始めましょう。始めていきましょう。よっしゃ、オッケー。今回地球カラーだよ、青と緑だから。あれ、俺なんか会社場所が同じ気がする。おー、今回エコカラーだよ。あ、まずさ、会社やべ、会社とマイナス取っちゃったらいいことねえな。そうだね、最悪だね、流したな。まあそうですね、そろそろ雨降ってきそうな。あーもう、まあいいや、あられが落ちたりして。あー、いいかな。早速自分が爆弾を置いたところに戻るところだった。危ないよ、危ないよ。自殺気がする。爆弾を置いて別のところ行って、ちょっと振り返ったらコンテナがあって、あ、うん、コンテナある、取りに行こうって一瞬思って。いや、まずい、危ないって。記憶喪失だった。あと少しテレビとかどうでしょう。失敗した。なんかいいのないかな。よっしゃ、最高速。なんかいいのないかな。体力持ってるから、ここに確かおにぎりあったよな。おにぎりあったよな。あー、おにぎりあったよな。あった。よしよしよし、今日の俺の朝ごはん。おにぎり？うん、俺の昼ごはんおにぎりだったよ。マジで？うん、コンビニで買ってきた。コンビニのおにぎり美味しいよね。美味しい。ツナマヨ。俺ツナマヨあんま食べない。ツナマヨ食べないんだ。へー。元よりね、子供の頃嫌いだった。ま、あ、俺も子供の頃あんまり好きじゃなかったね、ツナマヨ。なんか最近になって、最近になってっていうか、ここ6年ぐらいは結構好きになった。へー。やっぱ俺、あれなんだよな、鮭かすじこ食べちゃう。あー、なるほどね。あー、で、ここ置いたんだった。あ、でも大丈夫か。鮭とすじこって結局鮭じゃねえかと思う。鮭かすじこか、それかサーモンかな。ドラグンゲッツ、なんか本当にサーモンの切り身みたいな感じ。俺、鮭かサーモンだわ。ドラグーンの頭が鮭に見えてきた。鮭の切り身じゃね。メタルインズあるけど、まあいいや。いいか。あ、光った。しょっぱい鮭がね、いい酒のつまみになるんですよ。うん。美味しいんだよね。大体俺、お酒で飲むときだとね、お魚、ポッケ食べるんだけど。ポッケ？うん、おやすみ。おはようございます。眠りにくいとダメだった。風が強くなってきたよ、外。ほんとだ、雨降ってきそう。風が騒がしい。イワシのバイクが濡れちゃう。ね、イワシ、いやもう覚悟してるから。濡れちゃう。スラッシュスラッシュスラッシュ。やめなさい。うお、後ろから風がブツンって。おお、もうこれは狙うしかねえな。覚悟する。あ、翼に当たる、翼に当たる。攻撃したらできなかった。多分ホタテの攻撃のせいで無力化されてる。うまいな、ホタテ。うまくないさ。えへへ。飛ばないでね、飛ばないでね、飛ばないでね。よし、オールです。あ、いいな。なんで俺2回食らわせたのにオールとか出なかったのに、イワシが1回当たったら一気にオールが出んの？子供か。ねえ、ちょっとダメ。3回攻撃しちゃったからね、さすがに嫌気させたんじゃん。くそー。だ、俺に関してはあれだから、後頭部攻撃したからね。結構痛い。イワシが一回当たったら、オール落としやがった。くそー。相手、負けた？嘘だろ。まずか。お互い食らわせたように見えたけど。あ、俺そうと思ってたから。ズバッと。おー、自分が行ったところに落ちてきたー。ゴムだ。ヤッホイ。ドラグンだ。もう揃っちゃってもいいかな、ここまで来たら。ん？なんか敵拾ったないの、ね、敵、多分ハイドラのパーツ俺さっきね、なんか見てたの、うん、ホタテの画面チラッて見たの。うわぁ、やったった。確実に俺が勝つ。そうだな。よし、じゃあこの晴れた天気をね、
夕方のような空に変えてやろうかな。夕方になるかな。夜になっちゃうかもよ。いや、夜はハイドラだけど。あ、そうなの。ハイドラそろわない。ドラグーンってなんないのよ。なんか夕方見てたよ。あ、そういう風に決まってんだ。へぇ、知らなかったな。適当なとこ放ったけど当たるといいの。当たるかな。なんか適当にフォーミングするのもってしね。ちょっとね、ちょっと持ってるけど、ちょっとなんか遅いんだよね、反応が。ちょっとなんだよね、ちょっと。うん、そうそうそう。どうした。こうやってアイテムたくさんあると嬉しいな。なんか2個以上ほぼ同時に取るとさ、うん、なんか完成上がるから好き。いいよね。あえて2個一緒に取ったりするね。褒められて伸びるタイプか。うん。今見つけた、見つけた。これは、これは、これは、ドラファイ。え、ドラファイ。あかん。どっち揃えていいか分からんくなってきた。でも、あの、どっちか CP が持ってるから、もう出てきたものを取っちゃう。いや、それね、うん、今攻撃与えて落としちゃった。あ、そうなんだ。あ、ターボだ、ターボ、ターボ。あ、これドラグーンあるよ、ここに。ほら。ターボが好きなの、ターボが好きなの。城にドラグーンがあるよ。ターボが好きなの、ターボ。城にドラグーンがあるよ。いや、もうターボがあったらもうドラグーンなんかいらない。城にドラグーンがあるよ。いや、いらない、いらない。城にドラグーンがあるよ。いや、もうターボがあったらターボでいい。みんな嫌がるターボ俺が好きなの。マジか。うん、俺この子好きなの。なんか2年前も言ってたな、それ。そう。2年前からずっと好きなのね。なんかこの癖が強い、こんな感じが、なんか。なるほどね。癖が強い子が好きなのね。違うよ、そういうわけじゃないよ。ちょっと天然子みたいなね。そういう気じゃないよ。起きた時にちょっと癖っ気がちょっと目立っちゃうような子ね。それ俺なの。何、イワシちゃん可愛いになっちゃうぞ。違う、俺癖っ気が。癖っ気？うん。ヒロインになっちゃう。いや、目が覚めたらね、まあ、ほんと。髪が長い時とか異常に伸ばせると俺怖い眉毛。怖いのかよ。マジで髪型が俺安定したことがないから。マジか。俺も安定しないぞ。ただのテンパ。アウト。負けた。痛い。よっしゃー。あ、ハイドラ取っちゃった。また光ったな今。光った？光ったよ。一個ぐらい当たってくれたっていいじゃないか。当たんないのねー。あ、時間なった。微妙やなぁ、なんか何の取り柄もないマシンになってきちゃったけど。今更なった。結構遠かったんだね。結構遠かったね。旋回がちょっと足りねえな。あ、やった。危ない。特に覚えてないやないけど。そうだね、今回何が多めに出たかとか特にないね。今回イベントの時間から。そうだね、うわ、めっちゃ光った今。うん、マイク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 。いいですね。何この実況。雷でテンションが上がってる実況。雨降ってるな。まだ大雨ではなさそうだけど。うん、出したことになった。でもなんか注意報みたいな出てたよな。うん、多分やがて警報になるよ。やがて警報になるな。よし。お。あ、バトルロワイヤルか。バトルロイヤル。ああ、外れ引いた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 、痛い、外れ引いた、外れ引いた。ああ、ちょ、痛い。あいつ取ろうかなとか思ってさ、一緒にやられてくるんだけど、何取ろうかな。スパークも案外強いんだよね、ここ。いや、スパークは一番強いと思う。強いよね、外側から内側に向かってドーン。うん、もうさっきから外れしか取ってない、ロッタしか倒せないもん。どうしよう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 。こいつこいつこいつ、オッケー。ソードソードとスパークが、ソードとスパークが強い。ソードとスパーク。たったーたったったーたったったったー。何の意味もないよこれ。いやふい。本当だ、ウィング取ってやんの。くっそ、なんでこんな敵配置したし。よーしよーし、結構いいぞん。やっほーい、しょ、またファイヤーか。あれあれあれ、くそー、うわ、すごい差が落ちて、もう3位かよ。あれな、あれ CP にも負けてる人がいるぞ。やべえ、でもドラグーンじゃなくてよかった。ドラグーンじゃなくてよかったな、お前。いやー、雨降ってきたね。降ってきたね。イワシのバイクが濡れ濡れになっちゃう。スラッシュスラッシュスラッシュ。しょうがないじゃん、カバーないんだもん。
スラッシュスラッシュスラッシュ。あ、なるほど、裸だからか。パズ強いね。ね、何も着てないから濡れ濡れなんだ、ね。よそ見しながらこっそりスタートを押す。うん、攻撃。よっしゃ、ワゴンさん、もう返そうぞ。よし。で、移民のスラッシュ。よし、最高速。加速だった、加速。よっしゃ。おお、いいね。火山壊してプラスしかないっていうのは珍しい。あっ、大体これ取ると飯かマイナスアイテムだから。やっほー、プロスアイテムだ、やった。おお。なんかいいのあるかな。食べ物といえばさ、うん、今日俺水羊羹持ってきたんだよね。ああ、持ってきた、持ってきたね。うん。これなんか普通の羊羹も好きだけど、うん、水羊羹も結構好き。夏しか食えないからさ。いいね、今の雷。今さすがにちょっと振動になって伝わったかもね、マイクに。もしかしたら伝わってるかも。そう、向き的にはちょっと違うけど、ちょっとぐらいは入るんじゃない今の。結構強かったね。割とね、また光ってるし。うん、いいねー。なーい。びっくりした。雷よりこっちにびっくりする。雷が多分チャージタンクに当たってさ、さすがホラゲ苦手。チャージがすっごいことになっちゃった。さすが自然大好き、ホラゲに、あのホラゲ苦手を当たって。アベンジャーズって見たことある？あのヒロ、なんかヒーローめちゃくちゃいる。そう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 。なんかそのシーンでね、アイアンマンつってさ、うん、いるね。いるんだけどさ、あの、ソー、うん、っていうやつが、なんか、雷っていうか電撃をね、うん、あの、アイアンマンに落としたんだよ、攻撃のつもりで。うん、そしたらなんか、その電撃が、うん、逆になんかスーツの、なんていうの、パワーを4倍ぐらいに強くしちゃって。何してんねん。そう。なんか、バーンって攻撃したらね、スーツパワー 400% とか言って、おぉ、めっちゃええやんみたいな感じになってた。わー、これどうしよう、シビアシビア。そんなシーンがあった。おぉ、いいねー。あー、ダメだ、取っちゃった。いいねー、今の。あー、ダメだ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 。お、雷好きだわー。もういいねとダメだって同時に言ってたから。ほんとや。いいね、ダメだ、いいね、ダメだ。今の絶対マイク入ったっしょ、今の雷。近かった、一番近かったんじゃない？一番近かったね、よかった。なんか俺、雷来るとテンション上がるわ。この間、職場に雷落ちたよ。ああ、マジか。うん。俺、夜雷鳴ってくると、いつも電気消してね、あの、ベッドで横になってね、なんか、くつろいでる。ただよく親にパソコンの電源落とせって怒られる。マジか。パソコンのテレビもバリバリ今オンになってるけど。ああ、前回マイナス多いな。重さと一緒に前回マイナスよく落ちてくるな。結構雨も降ってるし、ね、俺のバイク多分完全にシャワー状態だよ。そうだな、洗車だよ。今洗車だな。これは火事か、見てよか。メテオ、おー、メテオや。なんだその微妙なテンションは。ちょっとだけテンション上がったやつ。でこれ最初メテオさ、うん、当たるわけねえわとか思ってたら、ほらもう目の前にあるしもう。めっちゃなんかエリア外に落ちてたんだけど、危ない危ないメテオ。ああ、これ乗っちゃったあれだ。これね、どうやって攻撃するといいとか言ってよ。下から攻撃するとね、あ、もう落ちたのか、早っ。あったあった。めっちゃ集まってるし、よっしゃ全部取られた。よっしゃ、イワシ来てんの見えたからめっちゃ急いで取った。来たー。やられたよ。完全に全部取られた。来ましたわくそ。これは来ましたわー。どうする、なんか、デビルスターとかに乗ろうかな。今、ロケット乗ろうかと思ったら目の前でいるぞ。ホタテは破壊しよう。ダーン。よし。もはや通り魔っていう。完全に通り魔だったよ。おちょちょちょ、今青いコンテナあったじゃない。でも人に攻撃するとか考えないでもさ、スパークって結構使えるんだよね、うん、あのコンテナ壊すのに。確かに。コンテナが消えそうな時とか特にね。どうしよう、危ない危ない。栄養大丈夫だ、どうしようどうしようし。気がめっちゃ。これ柔らかくなるんじゃ。あー、偽物か。さっきもあったな。光った。光った光った。結構光んねー。本物やーん。わーい。偽物？うわ、めっちゃ本物あるやん、ここ。マジ？
やったー、嬉しい。嬉しくない、それ危ない。バレた。でも避けた。バレた。バレてたよ、見てたよ。もう飛行が分かりづらい。あー、加速ずれてる、これ加速が一番分かりづらい。絶対あれだよね、下手くそな人が描いたやつだよね。ね俺が描いた加速みたいなやつ。おー、めっちゃ光った。お、一番強いね。いいねー、結構近かった。今1秒ぐらい、1秒だったの。あー、痛い何してんの雷でテンション上がっちゃってたわ、俺。これ今さ、ホタテがさ、うん、なんかプラズマ使えるみたいな話あったじゃない。うん、それをじゃあ作り立てて、俺今大砲で、うん、こっちの消えかけて壊したのよ。うん、あ、やっぱりこういうのなんか得した気分になるとか思ってたらさ、うん、偽物アイテムが落ちてきた。もうさっき偽物取っちゃったわ。いて、まだ偽物残ってんのか、ま、気を緩めてた時に。あ、タブ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 ね、あ、ちょ、意地悪。痛い、結構痛い。あれ、タブ落ちてね。タブ落ちてるね。じゃあこれもらってこう。よし。っていうか、ちょっといいかい。ん、あー、加速さんか。フォーミュラ落ちてたからどうしようかなと思ったけど。重てーな、ホタテ重てーな。重いよ。人のこと言えてない。いやー、加速さんならフォーミュラいらねえわ、俺。待てよ、嫌なのあります、うん。いや、なんでもない、なんでもないよ。い、いい、うん。行くぞ、うん。ヤッホー。なんでもないよ。オッケー。どうしよう、どうしよう。あ、結構速度速くなった。アイスクリーム、もしかすると。あ、おい先輩、こんなにタブさ飛ばねえぞ。エビフライ、もしかすチャージいらないけど、ほっちゃう危ないよ、だぜ。あ、ああ、これはほぼ間違いない。あ、でもなんで近くに一発で立つ、やっぱないか。ん、うーん、ないか、ないか。今回雷実況みたいになっちゃったよ。、うん、じゃあ重っ。多分俺の予想が正しければ。予想とは違ったけど、やっぱそっち系か。なんかね、飛行タイプめちゃくちゃ落ちてるなと思ったんだよ。うん、いや俺らさ100点落ちた。50点、俺ら今回ひでえよ。50点。よし、俺ら今回ひどい。ポイントストライクでさ、うん、ワゴンとターボ2つとヘビーだよ。誰一人そういうタイプじゃないでしょ。ポイントストライクで一番、あー無理だー。10点になっちゃったよ。じゃあ俺ここで100点取れば、100点取れば、あーあっ勝ったよっしゃ。よっしゃー、くそー。おーしゃ、危なかった。なんだ、70点倒れて。ほんとだ、あれだ、また CP に負けてる人がいるぞ。やべ。あれ、また3点の人がいるぞ。やべ。しかも何がすごいって、ターボ2人がビリ。この動画あれだよな。2つとも、これだよな。俺、1位、イワシ3位だよな。うん。あれ？ワンスリーレオパレス。あれ？ワンスリーレオパレス。くっそ。ちょっと今回短めか。あれ2ゲームやったよな。やったちょっと短めだけど、いっか。もう一個いく？もう一個いくか。どうした？逆に長めの動画になっちゃうけど、もう一個いくか。色変わった。青と赤になった。あー、青と赤。青と赤。いつも同じ色だとね。ペプシかー。翼を授ける。あい！レッドブル。あー、旋回マイナス早速取っちゃったけど、旋回プラスが目の前にあるからピラマイゼロになるよ。ちなみにさっきの話するとね、うん、俺なんかその飛行のやつがあるからさ、うん、エアグライダーとかハイジャンプだと思ったんだよ。うん、だからちょっとターボじゃなくてウィング系にしようかなーとか思っててさ、うん、必死こうやってマシン探したんだけど、うん、ダメで、うん、今になってワープスターとデビルスターとウィングスターが見えるって。うん、今になってあるんやね。よいしょ。たまには初心に帰ってワープスター。ワープスターね、あんまり使わないよね、そういえば。初期の性能低いとワープスター乗りづらい。
あれだよね、あのマリオカートでいうマリオみたいなさ、なんかちょっとあまり誰も使わない。わかる、マリオカートのマリオほんと使わない。使わないよね。ゲームキューブでもマリオカートあったんだけどさ、ダブルダッシュね、うん、よくやってたんだけど、うん、あのチビマリオの方がよくやってた。マジか、ダブルダッシュやったことねえな。ダブルダッシュはね、面白かったよ。結構評判いいよね。あの、Wii と比べるとね、うん、個人のね、なんていうの、うん、てか子供向けじゃねえ、あれ。子供向けじゃないのか。うん、へぇ。初心に帰ってってかとか電源撤回早すぎる。まだ1分半だよ。子供向けじゃないって何、なんか、痛々しいの。いや、なんか難しいの。あー、難しいのか。なんだ、性的コンテンツが含まれてんのかな。違う。いや、任天堂がそんなことするわけないじゃない。か。あの、二人で車乗るからさ、うん、カーセックスなんてでもすんのかと思ったわ。なわけねえよ。クッパとクッパジュニア。よし、残りくれてやろう。ありがとう。じゃあ、ここにもう一個打ってくれ。残りちょっと置いてく。なんだこれ。バトルグラウンズかよ。ちょっと置いてく。こんなもんでいかないんだよ。ターボがもう一個ある。ホタテにターボを乗れというあれか。どこ？乗ってみるわ。こっちのやつ、こっちのやつ、それそれ。俺がターボ乗るなんて珍しい。ああ。やっぱターボ嫌いみたいだよ。ターボはホタテのこと嫌いみたい。くっ。じゃあ僕も嫌い。ターボ嫌い。子供か。ここにワゴンならあるけど。はぁ、よいしょ、よいしょ。今回なんかおかしいわ。何がどうおかしい。天気天気じゃないんだよな。なんか調子が変だな。なんかね、運が悪いんじゃなくて、いろいろ自分でミスってるわ。天気はおかしいでしょ。いや。まぁ、天気おかしいけど。天気おかしいけどさぁ。あぁ、お、ちゃう。あ、ダメだ、まだ壊せるのよ、からない。あ、なんかないかな。なんか、今なんか、あ、こう、攻撃。そして、最高、いや、どうせ旋回を手に入れたんだ、旋回を生かすものにしたいな。旋回を生かすものってなんだ。そう。最高スコーク。旋回生かさなくない？ひたすら早いますよ。マジか。何にしようかな。いいじゃん、ターボ結構。ターボね、でもここと癖があるね。ああ、まあそうだけど。意外とオフロードに弱い。でも04だったらターボ強えよ。04ならね。04とは限らないですよね。ひたすら早いマシンの予言は04だけど。予言的中率は確かプログラム的には 80% だったはずだから。へぇ。あ、もう一個ターボあるよ、だから。あ、マジか。多いな、ターボ。今やばいのが見えてきました。いや、あのコンテナ壊してるだけだから、使ってこうやってミスった。ミスったの。うん。あ、ソフトクリーム食べたい食べたい。ホタテアイスだとさ、うん、何の味が好き。長えな。好きなのいろいろあるな。長えな。味だよ、味。いろいろあるな。あの、タイプとかじゃなくて味の話ね。味、うん。俺も普通にバニラが好きなんだけど。意外と桃とか美味しい。桃、珍しいな。うん、あとはね、あとはバナナ。あ、バナナね。うん、バナナはうまい。濃厚だよね、うん。あんまりないんだけどね、バナナのソフトクリーム。確かにない。ソフトクリーム、バナナのソフトクリームは食ったことねえな。普通のアイスだよね。31とか行くと、今はどうか知らんけど、バナナ&ストロベリーみたいなのがあったの。31か、あれなんだよ。多すぎるんだよ。多い？うん。あー。だって、31初めて行った時に、うん。さて、じゃあ、とりあえず3つぐらいトリプルやったの飲んでみようかなーとか思って、うん。初めてだし、と思って。うん。じゃあ、バニラとオレンジ糖とか考えてたから、いざパッてメニュー見たら、うん。
なんか呪文みたいなのがたくさんある。めっちゃいろいろあるやん。サンデーなんだ、サンデーって何って日曜だけどな、サンデーって何って思ってつうかなんか、あんまり強化されてねえなと思ったけど、うん、なんかもう結構時間きてんな。あ、ほんとだ、もう1分切ってた。そうそうそう。あれ、ターボここ、いやいやターボここら辺にいなかったっけ、さっきイワシが言ってたやつ、うん、上から2段目にもうなくなっちゃってるわ。そう、80キロ出てる。マッハスピードとったら80キロ出てる。あ、いやいやチャージがめちゃくちゃある。ラッキーラッキーラッキー。じゃあ全然取れない、全然取れない。04だったら俺もそろそろなんか乗り換えないとな。チャージあれなんだよな、ターボね。04だとちょっと不利なんだよな。04であることを祈ってレックスウィディに乗り換えるぞ。スタート早いじゃん。04じゃなかったらちょっと困るぞこれ。さっきフォーミュラスター飛んでっちゃった。あー、止まらねえ、止まらねえ。ジェットスターがここにあるね。あ、止まらねえ。あれなんだ、あれなんだ。防御か、防御取っていこう。めっちゃ回復するこれ。放つ、放つ。音がやばいね。なかなかいい感じかな。04だったらレックスウィリーでいいけど、04じゃなかったらちょっと嫌だなこれ。どうだろう、04。あそれ俺もアーだから。ウィング、俺のこのスタートのチャージの音が CP ウィングとデビルなんだけどさ。今さ、ホタテ199キロですよ。マジか。2キロ。俺こんなもんですよ。あー、勝てるかな、イワシには。勝てるかな。あの、ホタテ2キロって。俺98メートルめっちゃ気持ち。ギリギリ勝てそうだよ、イワシに。多分この調子だと。どうだろう、ホタテ上空見るんだよな。あ、ダメか、上空にカメラ以上はできないから。上空見れねえんだよな。そう、この 2m 頑張りたかったな。もうあの CP さ、うん、あのマークさえ出てないぐらいもう遠く行っちゃったんだけどさ。もうだって諦めて A 教えよ。やだよ、せめてイワシには勝つんだ。この 2m 頑張りたかったな。俺100いけるかな。100はいけないかもしれない。イワシには勝ちたい。めっちゃ、ね、超めっちゃ長期戦。あ、勝てるかもね。結構近い。あと少し。あ、あ、いた。勝った。勝った。いたいたいた。こんにちは。いた、いたいたいた。こんにちは。めっちゃいた。うわー、あと48センチ。惜しかったなあと48センチ200メートル。こら勝てねえわ。デビルなんかあと5センチだったの。ね、こら勝てねえわ。こら勝てねえわ。だってよ。おかしいだろ。俺らターボとレックスで、相手がデビルとウィングだよ。しかも、デビルがウィングに勝ってるし。これひどいな。ひどかったな。今回あれだな。あの、二つとか三つとか合わせて撮ってるから、お蔵入りとかできねえんだよな。うん、まあ、イワシはお蔵入りしたいだろうけど、3位、3位、4位だから。ひどいな、よく考えると。俺は1位2回撮ったからな。お蔵入りとかしねえわ。ちょっとイワシの集大をここで晒す。イワシ3位3位4位だよ。3位3位4位だよ。そう、芋リベンジするもん。さ、寂しいよね。3位3位4位寂しいよね。3位3位4位締め締め締め。あの、その出されてる3位3位4とかね、寂しい。かけ雷さん、雷さん出番ですか。いや、あの、かけたんだけど、褒めて。雷さん出番ですよ。あの、334と寂しいカメ、かけたんだけど、寂しい。あ、笑ってくれよ。いや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 。うわ、すごい、気づかなかった。ホタテすげえ、天才じゃん、みたいな。今の俺の声じゃないからね。いや、もう俺の声だし、ホタテすげえ、ホタテすげえ。無理がある。無理がある。無理があるよ。よし、じゃあ締めようか。今回こんな感じで。じゃあまた次回会いましょう。バイバイ。はい、バイバイ。